です。お願いします。では一緒に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カテです。お願いします。お願いします。ということで、はい、ちょっとトミーくんにお願いしたいことがありまして、本日、うん、ちょっと持ってきたんですけども。何ですか？あの、ちょっと前に、うん、ウェブマネーを買ってこいっていう、あー、架空請求業者なのかな。結構前だよね。そうです、そうです、はい、それとトミーを戦わせようっていうコーナーあったじゃないですか。あー、ありましたね。あれの第2弾でございます。はい。このためにここ1週間ぐらい、うん、ずっとやり取りしてました。え、足場は完全に築いてあるんで、はい、ここからはもうトミーのフリースタイルでやってもらえれば、まあ何かしらが起きるんじゃないかなと。はい。ただまだなんか詐欺感がないんですよ。え、詐欺じゃないんだよ。だからこそ気になるわけ。え、どういう話なの？ちょっといいですか？はい。結婚ドッキリされてる時、うん、されてる時、されてる時、はい、迷惑メールが来たんですよ。はい。読みます。遅くなりました、ご結婚おめでとうございます。いや、俺俺、お相手ってコードブルーの映画撮影中に教えてくれた人ですよね。近々個人的にお祝いさせてください。ゆい。あ、お前がコードブルーの撮影手伝ってた時に。いや、手伝ってないです。手伝った女の子の名前。いや、そんな事実ないです。そんな、なんで俺手伝ってんのっていう。で、ゆいって、うん、いらっしゃるじゃないですか、芸能人。言っていいか分かんないけどね。言っていいか。いや、だから僕見読んで、うん、いやいや、ふざけんなよと、うんうん、僕らの名前でやられても嫌じゃないですか。はい、そ、はい、名前ゆいって知るだけだからセーフじゃないですか。まあ、てか分かんないからね。そう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 、うん、で、まあ面白半分でこれメインの企画にしようとかじゃなくて、きっとメール間違えてますよ、結婚したのは僕の相方ですって。いや、何そのちょっと引いた目は。いや、なんか普通にちょっとテンションって言っちゃってるじゃん。そしたら帰ってきました。冗談やめてください、わら。よかった、相手が架空請求。あと変更したって言ったアドレスに送りましたよ。そんなドッキリいらないですから。いや、お前ドッキリ引っかかった時に教えてくれてんの。架空請求業者に。いや、そうですね。で、有名な方ですかって。いや、ミーハーじゃん。いや、なんて帰ってくるのか気になるじゃないですか、うん、で、全然そのここにメールくださいみたいなのないわけですよ。はいはいはい。そしたら帰ってきました。ユミさんから送られてきた、あと打ち間違えたのかな、もう一度入力し直してメールしてみます。このメールユミさんに届きましたか。まあ、ちょっとよくわかんないですよね、うんうん、はい、そうしてください、何か協力できることがあればおっしゃってください。なんでこのニョロニョロで伸ばすの。騙されてないですよ僕。で、そしたら勝手に間違えといて申し訳ないですけど、私がメールした内容は聞かなかったことにしてほしいんです。もう誰かに話してしまいましたか。誰にも話してないですよ。僕は秘密守り男です。守ってねえじゃねえかお前。守ってねえじゃねえか。そうでしたらすみません、そんなつもりで聞いたんじゃないんです。ただお話してる方が何歳くらいなのかな、と、男性なのか女性なのか知った方がもっと気兼ねなく話せると思ったんで聞いたんで。年齢と性別聞いたらダメでしたかって聞かれたんで、うん、全然、僕は22歳の男です。なんで低く見積もってるの。なんでちょっと理想の自分の像に近づけようとしてるの。そちらはおいくつですか。メール待ってました。嘘でしょって思うかもしれないですが、今すごく楽しいです。これちなみに1日おきぐらいに帰ってきてます。なるほど。実は結構時間経ってる。ってことは結構こうちゃんと仲良くなろうとしてるんだ。そうなんです。で、いつも業界の人と仕事の話しかしてないので、こうして仕事以外の人と話すのが久しぶり。これも何かの縁だと思うので、これから仲良くしてほしいな。人生って何が起こるかわからないですし、この間違ってメールしちゃったのも何かの導きだったのかもしれないですよね。勝手にいい方向に考えてしまってすみません。間違いのメールから会話するって初めてですか。私は初体験です。俺も帰ってこなかったんですよ、一日、うん、なんでちょっと焦ってしまって、うん、まさか新垣さんとお会いできると思いませんでした。いや、あっ、なんだろうな、そのなんかさ、何何架空請求業者にも無視されるのはなしだ。そんなにカリスマ性ないのはなしだ。で、帰ってこなかったんです。それも、はい、それも帰ってこなかった。で、終わったと思って、これメインの企画になるかなってこの辺では思ってたんですけど、焦りました。あれ、返信来なくなっちゃったな。いや、もう最悪、もう見てらんない、そんなやつ。その日も帰ってこなかったです。いや、もう無理、悲しいって思いました。帰ってこなかったです。いや、もう無理です、そういう人俺。
はい、連絡ないの悲しいです。いやもう無理。いやもう典型的な無理な人。なんでそんな否定してくんの。いやだからザコいじゃん。ザコくないです。ザコいじゃん。なんかそしたらなんと、はい、一昨日ぐらい帰ってまいりました、はい、全く違うメールアドレス、ガッキー様よりニューメッセージ。いやもう完全に丸々と太らせてから食べようとしてるよ。こっからがすごいですよ。もう今肥大してるわけじゃないですか。まあそうですね。もうすごい騙されてると思ってるわけでしょ、うん、あっちは、うん、だってこんなにこっちから連投に連投オフ連投だよね。だからもう今バトン渡すからさ、うん、こっからちなみにすごいんですよ。やだ俺こんなダサい人だと思われたくない。ね、いや余裕持っていこう。人生やっぱ余裕なかったじゃん、あの文面。めちゃくちゃあの文面出されましたよ。こういうサイトにつながるわけですよ。これ皆さん注意してくださいっていう意味でやってますからね。僕メールが来るっていうことに対して、まあ、ちょっとは来てほしいなって気持ちがあったりする人いるんですよ、はい。まあ、例えばそのゼロ件よりは架空請求で分かってもまあ1件2件の方がいいみたいな、ね、気をつけた方がいい本当に。で年齢とかも俺嘘偽りをこう教えてますけど実際に取られてるから。で、サイトにこう繋がって、一体何が原因で連絡をもらえないんだろう、あっちが心配してました。どういうこと。分かんないです。怪しいですよね。あなたが不安を抱えているなら言ってください。私なりに考えて解決したいですし、解決できるように頑張ります。せっかくメールという機能があるんですから、思っていることを言いたいことがあったら相手に伝えましょうよ。もしかして未成年ですか、親に制限されて携帯使えないとか、返信待ってます。だ全く多分別の人がやつってるんですよ。そこまでだ、本当に別の業者なんだね。あそこ違うんだ。一応外注してんじゃない。その中で外注とかあるんだ。でここのガッキーっていうのね押すと、もう完全に沖縄出身とか、うん、年齢でも完全に寄せてってるわけですよ、はい、許せないなと思いまして、はい、そしたらこれ時間経ってるし、こうしてメールをくれるのもあとわずかかもみたいな。あなたさえ良ければ番号交換して電話で話すこともできます。メール NG なら電話で話しませんか、はい、みたいな話になってて、はい、その後マネージャーさんが出てくるんです、はい、ユイがあなたに間違いメールをしてしまったけれど携帯を返さないといけなくなるからどうしたらと相談を受けたので、避難場所としてここを教えました、うん、それと私は芸能界で仕事しているものなんだけど、事務所とスポンサーのパイプ役といったら分かりやすいかしら。新垣の事務所だけでなく様々な大手事務所とスポンサーのパイプを作っていて、この業界で私を知らない人はほとんどいないってくらい命を築きました、うん、あ、話が逸れてしまいましたね。めちゃめちゃリアルですよ。いやでもこんなんザコい。いや、そう、絶対送んないんだけど中高生とか引っかかっちゃう。まあまあまあ、確かにね。いろんなタレントとお付き合いがあるけれど、その中でも私はユイは特別に可愛がっているの。そんな可愛がっているユイがあなたと仲良くしたがってるし、応援してあげたいんです。この子のお友達として今後よろしくお願いできないかしら。するとあなたは新垣ユイが間違いメールをした方で間違いなかったわよね、うん、って感じなんですよ、はい。僕はな、いちいちこれ返信してますよ。なんて、はじめまして、すごい嬉しいです。ぜひ今後ともよろしくお願いします。何？いや、大丈夫。バカ知ってる？いや、しない。そうだね。で、こっから、もう一展開あるんですよ。はいはいはい。なんと、ガッキーさんから帰ってまいりました。僕は返したからですね。返してあげたからですね。連絡取れなくなったらどうしようって不安でした。でもちゃんと連絡取り合ってよかったです。名前は新垣優衣です。一応写真も添付しますね。お？恥ずかしいけど信じてもらうにはこれが一番だと思ったので、とはいえ写真を添付しても本物？嘘っぽいって思っちゃいましたか。これ添付写真めちゃめちゃ大切じゃないですか。それはもう大切。いや、めちゃめちゃ気になるじゃん。この写真はね、嘘だと分かってるの見たい。一旦ちょ、見ましょう。見ましょう。行きますよ。あっ、いや、だってもうめちゃくちゃ似てる人じゃない限り確実に俺らが知ってる新垣結衣。俺らが見て育った新垣結衣。いや、でしょ。もう俺らがめちゃめちゃいけないことしてますよこれ。まあそうだね、ありえない。で、あの他にも写真いただけないですかって聞いたんですよ。じゃあ帰ってきてました今さっき、はい、免許証の写真を送りました。これで信じてもらえたら嬉しいです。信じてくれなかったら困っちゃいます。普段免許証とか絶対人に見せないし、かなりの個人情報全開のものなので、それとあなたのことを信頼できる方にも話しちゃいました。あ、で、マネージャーさんからメールが行くと思います、はい、僕もまだ見てないんで、はい、行きますよ。でもこんなんね、画像作れる。いくらでも作れますからね。
簡単に釣れる。確かに、でもこれ引っかかる人引っかかるわ。いや、これやばくない？やばい。ただ、まだお金の話一切されてない。確かに、どうやってこっから来るの？こっから来るの？え？こんなウェブマネーとかじゃないから俺いけるよ。信じた方がいいんじゃない？うん、うん、こんな個人情報を見せてくださっている時点で信じないわけがないです。はい、電話したり会ったりすることってできますか？はいはいはい、じゃあ送りましょう。送りますよ。送信。うわー、気になる。これ多分あと1日か2日で絶対結末出るんで、うん、確かに。こっから2日ぐらい追いましょう。1日が経ちまして、はい、あの返信返ってまいりました。はい、信じてもらえてよかったです。はい、送ってもらっても文字化けするみたい。今からコンビニでネットライドキャッシュを買って A 数字16桁のプリペイド番号を送りますね。パス、うん、あ、入力するところは後で説明しますけど。だから招待会員なんですよね。俺の面白いのがその向こうが払う、払うって言い始めてるね。うん、負担をかけたくないしダッシュでコンビニに来ました。もし上の番号見なかったら1000円分のオーブを購入して正会員になってもらえないかな。かかた費用1000円はあった時でも勝手なお願いでごめんね。それぐらい直接お話したいです。でも1000円でいい？とりあえず一旦1000円頼むわっていう話になってるわけ。うん、そうだね。怖くない？なんか怖く、払うってパターンあるんだもん。まあ払って信用させるってことなんだね。ちょっと2万5000円分払ってやっただろっていう、なんかその価値を作っちゃってるから、貸し付けみたいなね。なんかいや、払って当然だろっていう、そのなんか弱み握られてる状態になっちゃったんじゃないかなと思って、うんうん、ちょっと新しいよね。単純に2万5千円払ってくださいの方がさ、うんうん、あ、払えませんとかでいけるんだけど、もう払ったんだからっていう、その、うん、その分返してって言われたらこっちが悪いみたいになっちゃう。まあ、みたいなこと、悪くないけどことにできそうだね。そう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 っていう恐怖は確かにあります。ちょっと様子見ましょう。はい、待ちます。待ちです。青森にやってまいりました。青森に来ております。トークライブをしております。トークライブだね、今日はね。まあそれはね、あの、まあ別の話なんですけども、うん、ちょっとこっち返信がまた返ってきてるんですよ。一度だけ代理購入が許されました。誰から？何者かですよね、うん、これは。プリペイド番号を送るのでドミクの方でお願いしますね。プリペイド番号はなので必ず紙にメモしてください。と実際ウェブマネーが使えるかどうかってさっき調べたら使えなかった。ああ、そうなんですね。多分このサイトでしか多分入力できない。手順を書いてみたので参考にしてみてください。サイトに戻って、サイトに戻ってメダル購入をクリック。金額のところを2万5000円にして次へをクリック、うん、決済ページに進んでセキュリティマネーで購入をクリック。私が送った16桁のプリペイド番号を入力して完了。この説明以上のものはないから、これで分かってくれなかったらどうしようって感じです。でもそんな難しいことはないからお願いします。それと新しい携帯が手元に届いているので、トミー君が正会員になったらすぐ、交換できるので、うん、上の1から4の手順で終わったら終わったよってメールください。はい、はい、まあかなり危険な匂いしますね。もうなくないですか？はい、頑張ってください。決済サイトに入って、これはもうサイトに入ってるってこと？一旦ちょっとページが見えつからなかったんで、はい、まあ、会いましょうと、はい、言いましたね。いうのと、それから電話しましょう、はい、っていうふうに言いました。まあこれ今の一手、うん、かなり大きいと思ってます。僕はサイトでさ話し合う必要なくない？確かにね、うん、ガチだった場合はおかしいですよね、うん、なんでサイトでやり取りするのと思うから。それ電話か会うか。そうなんだよ。だから普通のあんまネットわかんない人だったら引っかかっちゃうんだけど、うん、トミーの場合そこの前に一回もう、いやもう教えてっていうのが入っちゃうからその引っかかんないんだよ。だからもう、いやもう嫌だって、嫌だからもういい。こんな丁寧に教えることなかったからね。もうお金かかってたから、ね、サイトまでは、サイトが分かんないからもう教えて。これなんて返ってくるかですよ。もしかしたら返ってこないかもしれない。電話でよくない？普通に思わん？確かにガッキーが電話してくるんだったら俺はもう OK。 OK、 ちょっと待ってみましょう。はい。